はいどうも、波乗りです。マスターリーグ鈴木の方やっていきたいと思います。はい、今日からキャリア6シーズン目ですね。入っていきたいと思います。では早速シーズンいきましょう。 QPR とはもう永遠と付き合っていきますからね。まあ、もうチャンピオンズリーグ優勝できるレベルかプレミア優勝できるレベルにこれは頻繁になってきたらちょっと考えますわ。はい、アストンビラとミドルスーブラとダービーカウンティが昇格してきました。で、クリスタルパレス、ウェストブルミッチ、シェフィールドが捕獲しましたね。パレスとウェストブルミッチに結構負けてましたからね、意外と。1、2回負けてるからね。ちょっと、まあ、昇格組はね、本当に気をつけたい。2024、2025シーズンの開幕ですね。さあ、シーズン目標設定。今シーズンどうすっかな。まあもう本当に優勝を目指していきたいよね、今シーズンに関しては。さあ、QPR とはまだ縁は切れませんね、これは。うん、来シーズン以降のステップを考えれば、今シーズン最低でも6位に入ることが必要。いや、6位以上でしょ、今シーズンは。もうプレミアでもう2シーズン戦ってるわけだから、6位はないでしょ。目指すは、リーグ優勝にしていこう。リーグ優勝。難しいこと分かってるから、リーグ優勝を狙っていきたい。いや、もう今シーズンそれぐらいのね、感じでやんないとダメですよ。もう3シーズン目ですからね、これは、プレミア。プレミアのレベルは確かに分かってますよ。でも、昨シーズンの終盤戦みたいな戦い方ができれば、十分ね、リーグ優勝狙っていきますね。まあ、まだ戦力的に十分足りてるとは思ってないですけどね。うん。あなたもそれが本音か。で、これは多分来シーズン、もしこれ優勝、今回優勝すれば、チャンピオンズリーグになる可能性もありますからね。コーチ陣は入れ替えないですね。特にこの人たちですね。ずっと。下部組織は本当に伸ばしてくれ。頼むよ。さあ、ジエゴ・ソーザがアストンビラに決まりましたね。まあ、ソーザはちょっと使いづらかったね、本当に。下部組織の更新来ましたね。ポージャンとロッセティーニ、そしてドチカル、ジエゴ・ソーザ、スポリッチが対談しましたね。マニング、ポスト、ケリー・マクドール、規約の見直しですね。トレーニング方向来ましたね。アドレス1上がった。ああ、めっちゃ上がってんじゃん、みんな。すごい上がってるね。ロンカグリアとムルデル、そしてパト。フィバリッチ戻ってきましたね。伝えた。パトなぁ。パト使いづらいんだよな、正直。本当に。ちょっとパトは、レンタリストと移籍リスト加えます。どっちか来ると思う。で、伝えた。どうしよっかな、伝えた。伝えたも、ちょっと、加えとこう、どっちかに。マニング延長オファー出そう。ちょっと高めに設定する。マニングに関しては。ちょっと一個高めに設定して出そう。あと誰だっけ、マニングと、あとマクドウォールか。マクドウォールもちょっと高めに出してこう。9300万で。多分 OK してくれるでしょ、これで。あとシドンだよね。シドンもちょっと高め設定しておきます。で、ロンカグリア戻ってきましたと。ロセティにもね。ロンカグリアとドラセナどう使うかだね、本当に。まあ、これでバックアップ揃ったんだよね、本当にね。これでもう十分ですよ。下部組織誰入ってきた。で、下部組織。あ、クワリアレルダ来たか。クワリアレルダ来ました。あー、クワリアレルダがちょっと、どうなんでしょうね、クワリアレルダ。そして、ホニー・ドドリゲス。あー、ホニーが入ってきたね。まあ、伸ばせばいけそうだけどね。足りてんだよな、ジェルビーニョで。インス。インスか。あ、ジェームス・タバーニア。あ、右サイドバック入ってきたね。ケリー・マクドールいるからな。ちょっと厳しいですね。アンサルディ、左サイドバック入ってきたね。アンサルディか。グラム。おお。何人か左バックはいいの入ってきてんね。お、パウ・ミエリ、エメルソン。おお。でも3トンいるしな。もう十分だよね。ブルーナーベス、うん。アジズ、アジズか。あ、カバジェロ入ってきたね。カバジェロか。でもいるからね。いや、ほとんどいるんすよね、本当に。もう、チームにいるからさ、埋めるべき場所は埋めてるからね。いや、だから今、得点源がさ、ルストしかいないから、そこをどう考えるかなんですよね。パッツィーニを放出して、エルナンデスを入れるのかっていうね。まあ、放出っていうか、なんかレンタルで出すっていうのもパッツィーニありだけどな。パッツィーニは結構でかいからね。ちょっと今シーズンさ、パッツェにレンタル出してみるか。レンタルリスト加えます。移籍リストには加えない。これで来たら、もし来たらですよ。来たら出そう。そしてエルナンデス入れるって感じにしようか。で、ペドロ。ペドロ OK。ペドロは獲得しましょう。OK です。ペドロ来たね。これで右サイドは強固になるよ。さあ、ペドロ来ました。ペドロの獲得です。これはもうサメルの代わりですからね、完全に。いや、本当にペドロは右途中要員だな、本当に。もしかしたら今シーズン、ペドロが本当にすごく良かったらね、すごく良かったら、サメルに変えてペドロを入れるっていうのも正直ありだと思ってます。いや、ペドロは本当スピードスター、本当に。バルサでもね。俺なんでバルサでさ、ペドロ使わないんだろうと思ってるシーンありましたからね。エンリケの時とかさ、ペップのグアルディオラの時とかね。ペドロ先発でもいいと思うんだよね、正直。アジアカップはいいや、アジアカップ飛ばします。代表に関しては。ワールドカップだけやりましょう。あ、マニングとの交渉、そしてマクドール、シドンも決裂か。他のクラブで自身の実力を発揮したいと。ダメだね。ちょっとダメだ。みんなダメだわ。ちょっともうこれ放置だな、みんな。
デンベレ才能開花。デンベレが伸びたらすごいことになるよ、本当に。マニングにオファー来たんですけども、ちょっとマニングに関しては、今シーズンまだ使う可能性あるんで、中盤が結構空いてきたんでね、ポジションが。ドチカルがいなくなったことによって空いてきたんで、ちょっと今シーズン待ちましょう、本当に。あ、スサエタ来ましたね、レンタル。あ、スサエタ出そう。レンタルか完全移籍だったら俺出すわ。右もペドロいるんで十分。あとテイラーもいますしね。半年間、ガルネトバ。いいでしょう。出しましょう、スサエタ。スサエタ成長してこい、これは。あ、ピバリッチ移籍確定させましたね。オッケーです。で、パッチーに来たか。パッチーに来ました。パトも来たね。じゃあ、パッチーには出しましょう。レンタル、クリスタルパレスに半年ですね。パレスか。2部だもんね、パレス。パレス2部に落ちたから。パッチーニの活躍によって、2部に昇格ね。させてくれたら、まあ、パッチーニはそれで評価するからな、俺はね。プレミアに昇格させたね。立役者ってことで評価しますからね。パトか。パトもうちょっと移籍金上げられない、これ。妥当な金額じゃないでしょ、全然。あー、もうこれ以上そんな上げられないか。じゃあもういいや、これで。パト出しちゃおう。OK。パトは使いづらいんで、出します。うん。やっぱ能力値で判断するもんじゃないですからね、これは、本当に。で、ピバリッチも OK です。ザングルハーンに移籍決まりましたと。これで移籍予算ホクホクですよ、これは。これでエルナンデスをちょっと獲得しましょう、これで。エルナンデス絶対使いやすいからね。俺、小柄な選手が今まで、あれでフォワードまで使ってきてね、一番使いやすかったから、エルナンデス絶対使いやすいと思う。OK です。給与7100万ですね。OK です。ちょっとトップ下が欲しいけど、小林勇気をちょっと試したいですね、今シーズンに関しては。ちょっと小林勇気でダメそうだったら、タリッチをあのね、冬に入れたいと思います。そういうプランでいこうか。さあ、ハビル・エルナンデス合流。そしてトレーニング報告、デフォーが1上がりました。81に上がったね。OK です。あ、マヤもめっちゃ伸びてんじゃん、これ。マヤ77だか。80代育成選手、増えんじゃね、これ。さあ、パトがリーズユナイテッドに移籍決まりましたと。クイーンズパークレンジャーズがこれからも最高のチームであり続けることを祈っていると。まあ、パトは能力あるけど、クイーンズパークに合ってなかったということですね。で、代表チームからオファー来ておりますけども、次2026年だよね、ワールドカップ。だからそこまではもう代表監督はやらなくていいかな。正直もうめんどくさいんで、本当に。スキップするのめんどくさいんで、2026年までは代表監督やらないということで。はい。あー、ロンカグリアとムルデルが自由席決まったな、これ。あー、やばい。まあ、一回のセンターバックいますもんね、十分。ロンカグリアはまあしょうがないね、これは。うん、もう止めようないんで。センターバック、バックアップ、アルビオル取れましたしね。十分です、もうこれは。オッケー。行ってこい、ロンカグリア。で、あとムルデルか。ムルデルもオッケーですね。ムルデルも出す予定だったんでね。オッケーです。さあ、アトレティコ・マドリードとの決勝です。うん。今シーズンのちょっと日程見ていこうか。ウェファスーパーカップね。アトレティコ・マドリード。そして FA コミュニティシールドか。あー、厳しいね。まずこの1試合だけやりましょうか。今シーズン。うん、今回は。まずスーパーカップやって、そして次回はこのシティとノリッチシティですね。今シーズンはね、ちょっとプレミアリーグ飛ばします。あと FA カップもちょくちょく飛ばすかもしれない。いやー、この11月ここ厳しいな。ここビッグシックスとのこれ3連戦か。プレミアに関しては。ここをどう乗り切るかだね。序盤。チャンピオンズリーグと並行しながらだもんな。厳しいですね。まあ一番今シーズン大事なのはここですね。ウェハスーパーカップとカミカミだけど、FA コミュニティシールド、これ取れるからですね。シティとか。まずここで運試しが試されますね、これは。さあ今日のスタメン、フェルメーレンダメか。これはマヤ入れていいね。さあ今回エルナンデスをね、ベンチに入れております、これは。ペドロ調子悪かったんでベンチ外にしておりますけども。今回デフォー9番にしておりますね、今シーズンは。うん。まあ、ルスト9番でもいいんだけど、ルスト11って感じですね。自分の中では。これどうなるかね、本当に。このメンバーで。まあ、昨シーズンとほぼ変わってないですよね。変えたのマヤぐらいだし、マヤは普通にやってますしね。いや、バックアップも結構能力寿命結構みんな上がってきたからね。70後半の選手も出てきたし。こっからどうね、まあこっから底上げですよ、本当に。これからどう伸びるか、チームがね。アトレチコに関しては、フェリックス、コケ、オブラクいますからね。ベンチにはジェイゴ・コスターもいると。アトレチコも弱くはない。うん、決勝まで行ってるからね。ってことで、アトレチコは優勝したのか。あ、そうか。チャンピオンズリーグはアトレチコは優勝したのか。これは侮れんな。ちょっとマーク設定しておきます、これで。イバン、シャボリッチにつけて、で、マヤとフェリックスつけます、これ。まあ、このアトレティコに勝つか負けるかで今シーズンのね、勢いがまた違ってくると思うよ、確実に。ウェファチャンピオンズリーグ優勝してるチームとヨーロッパリーグしてるチームが戦う、ウェファスーパーカップ。これで、まず最初取れるかどうかで、多分ね、モチベーション変わってくる。はい、やっていきましょう、ウェファスーパーカップ。さあ、ウェファスーパーカップですね。もう言えてないですね、これは。まあ、アトレティコチャンピオンズリーグ優勝してるからね、このメンバーにどう戦えるか。さあ、来るか、シュートが来た。オッケー。まずここで最初つまずくかどうかでね、本当にこの先変わってくると思う、本当に。さあ上げてくるか、ジェルビーノ、シュートが来たー。マヤ、
オッケーロメロオッケー。まず本当にね、もう昨シーズンのヨーロッパリーグの戦い方でいいと思う。引いて守る、そしてもカウンターでいいよ。さらにそこでプラスアルファ何かを付け加えていくか。これですね。イズ、あー違う、イズ、よし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 、キープ、マイコン、マイコンのクロスからレッソか、惜しい。さあベインズ、ベインズのコーナーから1点決めろ、レッソヘディング、オッケーオッケーオッケー。さあ今シーズンチャンピオンズリーグも戦うわけですからね、これ。いやちょっと組み合わせ気になるけどね。まあアトレチコレベルの本当チームが出てきますから、ここでやっぱ練習だよ本当に。いや前半めっちゃ守りきってますね、本当守り守ってのサッカー。いや絶対どっかに穴はあると思うよ。さあベインズ、ベインズは能力上がっている。さあルッソ来たか、ルッソ先制、ルッソ、ベファスーパーカップ最初のゴール、ルッソ。やはりルッソですね、このチームルッソです。このチームはルッソがいないと機能しない。まあいつものパターンだけども、ベインズなんかいつも毎シーズンさアシスト少ないんだよな。アシスト少ないですよベインズ。オッケーです、これです。いや正直言うと今シーズンこそはルッソに頼りたくないですよね、正直言うとね。ディアラ、ディアラをどうする。さあ入った、ジェイココスター入ってしまった、シュート、ナイス。ロメロ、ロメロ本当今シーズン救うな。危ない、ディアラ、こっからだ、こっからこっからこっから、ディアラ、危ない、シュート来た。いやこのサッカーがもう基本的にできれば絶対チャンピオンズに勝てると思うよ俺は。さあエイズ来た、エイズ、エイズの右足、惜しい、ナイス。ジェルビーニョ、よし、デンベレ通ったね、デンベレ。さあデンベレは覚醒権はまだ続いている、デンベレ早い、デンベレクロス、お、ジェルビーニョ、エイズ、エイズ来た、2点目、エイズ、素晴らしい、デンベレの推進力からエイズ2点目、ウェファスーパーカップ。いやーデンベレ、デンベレこれできると本当大きいですね。エイズのところ来た、素晴らしい。これがプレミアの2部でさ3シーズンねくたばってたチームとは思えないね本当に。やっぱあの辛さがあったからこそのー、まずい、オーロップね。いやあの3シーズンがあってからこそのね今シーズンだと思うよ本当に。メンバー変えよう、今日は休ませていいな正直。ちょっと今日さエルナンデス試そう、エルナンデス試して、そして今日入れどころはもうないんですよね。ちょっとデフォー入れましょう。さあエルナンデス、デフォー、テシラ入れます、うん、休ませる、もうねダメですか、今シーズンはもうすごいね過密日程ですから休ませながらやないと本当に詰む。さあデンベレ、デンベレのスピード強い、デンベレのスピードが群を抜く、デンベレからシュート、おーエルナンデス欲しい、アルバからのクロス、オッケー、カウンター。さあエイズ、よし、エルナデスこのキープしろ、キープ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 してからの、からのエイズ。さあエイズもう1点取るか、右足、エイズ今日2点目、素晴らしい。 QPR アトレティコに 3-0、 これはすごいですね、今シーズンオブラク崩壊。いやもうヨーロッパリーグと完全もう変わらないですね形的には。エイズのこの右足、よし、ウェファスーパーカップ3対0、ルッソ、エイズの3得点、素晴らしい。今シーズンまず1冠目、波乗り監督としてキャリア3タイトル目獲得しました、素晴らしい。いやーここまで来るのにすごく分かったね。いやー今シーズン素晴らしい滑り出しですねこれは。これでリーグ戦どこまでいけるからね。あと FA ですね、次は FA のコミュニティシールド、これ取れればすごいよ、いいよこれは、か最高ですね。いやマヤ顔近いわ。いや強いですよね本当ね、長い道のりですよ本当に。これはいや今トッププレイヤーやってますけど、これがちょうどいいと思うよ俺は。今シーズンちょっとあまりにも無双するようでしたら、ちょっと来シーズンスーパースターにしてもいいですけどね全然。まずは 3-0 で、ウェバースーパーカップ取りました、 OK です。今シーズンこれで良くなるんじゃない多分、モチベーション。ロンカグリアが移籍決まりましたね、コルドバイの移籍決まりました。さあタイトルコレクション、ウェバースーパーカップ取りましたね。どんどんタイトル増えていくよこれから、これからどんどん増えていくと思うよ、 QPR 強くなっていくからね。いや今回ウェバースーパーカップ取りましたと、素晴らしいですね本当に。次は FA ですよ、 FA のコミュニティシールド、これ取れば2冠目です。そしてプレミアリーグも始まると、もうチャンピオンズリーグも始まってくるからね、ここの過密日程だね本当に。ここをどうメンバー耐えるか、ここ最初耐えちゃえば本当ね今シーズンすんなりいくと思うよ、終盤戦以降ね。 FA カップもあるからね、2連覇狙うのかそれともチャンピオンズリーグに集中するのかっていうね難しい時期でございますね今は。まずは序盤戦だね、
序盤戦をしっかり戦う、ね、このね、戦力をちょっと整えていきたいと思っております。はい。じゃあ次回はマンチェスターシティ戦、FA コミュニティシールド決勝、そしてノリッチシティプレミアリーグ開幕戦やっていきたいと思います。はい、てな感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。See you!